こアイランド、こんばんは、清水愛です。断層をするっていうことに決まったんですけど、何していいのか全然わかんなくって、なんかとりあえず眉毛とアイラインを濃く、なんか家で研究してきたんですよ。ネットで調べて、こう断層コスプレの達人さんのなんかインタビューとか読んで、なるほどみたいな、胸を潰す必要ないなみたいな、なんかいろいろ考えて、とりあえずなんか何こう頬に影をつけたりだとか、あとなんだろうな、アイラインでちょっとこう上にクイッと持ち上げてみたりだとか、あとはまあなんか鼻筋を通す、このここにちょっとシェードを入れるみたいな。でちょっとハイライトを家に忘れてきてしまってですね、まあそんなこんなで、あと唇をですねちょっとファンデーション塗って色を潰しました。そんなこんなで出来上がった断層ですが、いかがでしょうか。なんか断層してるのに普通に喋ったら変かな。今日はですね、この間ジェンガで、女の子のセリフ読んだんですけど、今日はちょっと男性っぽいセリフを読んでみようと思います。はい、ジェンガは今ここにあるんですけど、噂のラブジェンガ、あ、その前に相方の、うっすーん、あ、はい、どうも、こんにちはあ、今日はジャムティーじゃないんですか。今日はジャムではない、ランディス祭りだ。ですか、ランディス祭りの T シャツは着てます。長袖ですね、今日暑くないですか。いや、僕今日これで来たんで、はい、まあ、いいかな。半袖だと逆にちょっと寒いかな。え、いつもはジャムティー着替えてたんですか。いや、着替えたんですよ。ジャムティーの上でいつも何か羽織って着てるんですけど。あ、なるほど、なるほど、今日は1枚で、はい、暖かいから。そう、女装じゃない、なんで女装じゃない私が男装なら薄んな女装じゃないのかと。女装ですか。女装ですよね。はい、そうか、良かったですかね。スカート見えないから、下半身なんかこう、なんか可愛いブラウス着てみるとかなんでしょうね。うどうしたらカツラだけでも、あ、そうか、そこはなんか考えてなかったですね。ね、すいません。ちょっと期待したりなんかした、したりしなかったりしたんですけどね。ちょっとまあ、僕はまあそこはそれで、ほら、僕はもう端っこだけ映ってればいいかな。プロの見切れ方をじゃあよろしくお願いします。はい、実は昨日ですね、昨日、大丈夫かな、レコーディングを、あのスペシャルゲストに、はい、出ないんですか。通りがかりのスペシャルゲストが通りかかって、キャー、どうも、こんにちは、こんばんは、伊藤さんが来てくれました。わーい、伊藤さんっていうのは、ランティスの、副社長、私の歌を歌う時の、プロデューサー兼ディレクター兼みたいな、いろんなことを担当してくださってる方です。すごい遠くにいるよ、そんなことないです、自虐自虐。伊藤さん、今日はどうしたんですか。何かお話ししたいことが。いや、もう愛ちゃんを応援しに。ありがとうございます。スクラにはちょっと任せてくださ僕の力が足らないままに。うっすんの、怯えちゃって、怯えちゃって。いや、怯えてはないですよ。怯えてはない、まあ、お前出てるとムカつくんだよ。すいません。そんな、むちゃくちゃ言われますね。うっすんな、はい、いや、僕、通りすがりのものなんで、無視して強くて。気になりすぎる。気になりすぎる。存在感大きすぎる。今週はですね、なんだろう、IC 乗車券のカードのですね、残高がちょっと前に4440円だったんですね。で、おおと思ってたら、昨日、あれ今日だっけ、5555円だったんですよ。びっくり。そんなことがありました。はい。あ、俺が言ってたね。ありがとうございます。そう、チャージして減って、またちょうど5555になったんですね。なんかゾロ目多いな、次は6666かなみたいな。何より。それ666でしょ。あ、そっか、4つならいいんだ。オーメンですよね。6666だったら大丈夫です。はい、そんなこんなで、ほっこりしました。そしてですね、なんと、6月23日に発売させていただきます、CD のですね、表題曲が取れました。なん
と録音いたしました。伊藤さんに撮っていただきました。いやすごい上手だったね。嬉しい嬉しい。すっごいちょっと難しい複雑な音運びでね。歌めちゃくちゃいいですよ。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。素晴らしい曲で。やったはい、可愛いです。そして、カップリングもちょっとご期待いただきたい感じで可愛い曲になると思いますので、はい、ぜひともこうご期待な感じで。ありがとう、買うよって言ってくれた、ありがとう。1000枚とかありがとう。本当に買ってくれたら嬉しい、止めないみたいな。はい、そんなこんなでですね、ささくれさんも、うっすん、あ、でもうっすんじゃないですね。今映ってるのうっすんじゃないです。あ、うっすん、うっすん、じゃ、言っちゃいますよ。画面の外にいます。まあ、うっすんくんです。いや、この見なきゃ緊張感がたまらないです。お前ちょっとこっちこっち、本当に踊る前にビールかな、ビールかな、キャーキャー。私ちょっとこう会社員というものを体験したことがないので、こうお二人の関係性とかよくわかんないね。なんか盾になってる。何これ。関係性はすごい緊張されてるから、やっぱ上司の方が来るっていうのはすごい緊張感あるのかなと。もうあの BL です。エグザイル。 BL ではないです。そんな感じじゃない。そういう関係じゃないですよ、ね、またまた。いやいや、またまたとかじゃない。なんかあれですね、はい、あのこう緊張しますね。緊張するもんなんだやっぱ。査定に響くよね。査定そういうのあるんだ。響きますかこれ。上司かける部下、部下かける上司。そうですね。部下ですね。はい、今はね、あのこのおにぎり君が時代のあのプロデューサーのトソが言ってるから。はい、補佐。お前、死ぬ気で売れる。はい。頑張りますよね。頑張りたいです。はい、頑張ります。はい、プロモーション、あ、なんかイベントやりたいです。そうですね、イベントも、はい、あの、すごく企画してます。関西行きたい。関西行きたい。行きたい、行きたい、やった。お前は自腹で。自腹でですか。関西。あいちゃんは、飛行機で。新幹線、あれなら、あれなら車で行きます、私。あとは別便で、別便で、あの、ファーストクラスで行きます。そんな。お前は夜行で、あの11時23分のオーナー行きの乗せてるから、ね、詳しい、詳しいよ。夜行電車、バス楽しそうです。新宿発の小田急バスの一環バス、そうですね。いいですね、そう、バス、バス、あ、バスじゃないや、関西でイベントやりたいです。そうですね、関西ね、行きたいですね。しばらくやってないので、うん、ぜひとも、はい、それも期待しててください。もし呼んでもいいよって店舗さんがいたら私を見てくれてるといいですよ。招いてください。よろしくお願いします。行きますよ。どこでも行きます。私も行きます。そうですね、あの清水さん来てたら、もしかしたら薄倉だけで行くかもしれない。ちょっとずるい。私も行きます。そうですね、あのすごい変な汗僕いっぱい書いてるんですけど、これ大阪の皆さん、あの薄倉だけだったら許してください。それは私も行きたいな。よろしくお願いします。はい、そんなこんなで、そんなこんなで断層してジェンガやってみたしますか。ジェンガ唐突ですか。はい、お相手さんがジェンガします。ジェンガ、ジェンガ